材があって、ええ。僕映画出るんですよ。ひまわりと恋の7日間っていう。はいはいはい。それで服決めるときのさ、話もそうだけど、なんか、それでまあいいや、今の話忘れて、写真、10社連続でやんのよ、10社。取材をいっぺんに？10社連続で、10社が集まってるわけじゃないでしょ。1社ずつでしょ？ 1 社ずつ10社？大変だね、これ。それを2回とかやって、毎回そうなんだぜ、坂井正人さんに聞いたら。はあ、1社が受けた取材を全社に流すとかできないんだ。あ、同じこと聞いた俺、坂井さんに。だって大体同じようなこと聞かれるでしょ？大体同じようなこと聞かれんのだからそれ以外の質問がある雑誌とかなんとかはちょっといただければいいじゃんわけじゃん。というわけにいかないんだ。もう一からで、あれもやんなきゃいけないんだ。やっぱさ、取材はさ、春日さんも私もさ、またあれよ、愚痴みたいになっちゃうんだけどさ、4年間ぐらいやってきてるけど、本当にライターさんとの相性だね、あれはね。ああ、まあそうだね。ね、楽しい取材とね、そうじゃない取材で。まあなんかお仕事みたいな感じのね、ね。取材とね。いや、俺でも、春日さんみたいにこう、なんだろう、ドーンとこう、構えてないくて引っかかっちゃう人間じゃん、いろいろ。だからダメなんだよね。なるほど。ご自分の演技は何点ですか？自分で自己採点してとか聞かれると、いや、点数で生きたくねえからこの職業になったの、ボケーって思っちゃうからさ。なるほどね。私全然引っかかんない、逆に。まあ、60点ぐらいですかね、トゥースみたいな。とか、120点ですね。ああ、私そう、おは言える前から、120点。そういう言えるっていうのがあるからね。楽かもしれない。じゃあ、俺、おそたんくな、さん。俺もさ、でもさ、120点っすね、でいいじゃん。でも俺が、で、やっぱバカなんだと思うよ、やっぱり、もうこの年になると。そんなこと考えんだもまあまあね、そう思いつつも、ん。まあ何点とかスッと言うっていうのが、まあいいんだろうけどね。スムーズに行くためにはね。お前みたいに、点数とか、周りの目気にして生きてねえんだよって思っちゃうからさ。一回言ってみれば、それ。はってなるよ、向こうもね。いや、でも近いことは言う。でも若林さん、映画、初めて銀幕デビューで、ハリウッド狙っていいんじゃないんすか？とか、それ10社あったら1人ぐらい来るわ。はい？つって。まあそうだね。それはさ、何を求めてんだろうね。いや、なんか正ね、解、向こうはね、そういう質問は。俺をなんかね、リングサイドに追い込んでね、ポロッと弱気な発言を取ろうとしてくるんですよ。なるほどね。なんパンか。チ力のないジャブとストレートで。それはまあ受けなきゃいけないわけだ。受けるんですよ。いやいや、もちろん俺これ、際立たせて一個言ってるだけですごい楽しい取材もあったんですよ、いっぱい。ほぼね。それを、それ聞いてるって言うからまたラジオで何々とおっしゃってたんじゃないですかって、記者の取材が始まるかも、このラジオでも言っちゃいけないんだよ、本当は。それで、いや、周りの人どんな演技やるんだって見られますよ、とか言われて。それが何なんですかつって。まあそうだよね。誰にも見せないってつもりで撮ったわけじゃないからね。それは見られるわね。考えたことないです。どっちでもいいです。の、もう連打。こう。まあ、10社もやってりゃそうなるか。だってさ、自分にできることなんてそんなさ、天才じゃないんだからないのわかんじゃん、もう何年かやったらさ。で、こんぐらいまでぐらいしかできなくて、ここの自己ベストがどんだけ出せるかでやって、それは高くないじゃん、そこは。まあね。もうだから自己ベスト出すしかないってことでやってるって、もう何回言わすのと思って。それでもやっぱりさ。だって緊張しましたかって聞かれて、してないですって言ってぶってるみたいじゃん。してねえんだけどさ。っていうことになるので、この後舞台挨拶がありますよとか言って。うるせえなぁと思って。
なんか、だから、ちょっといじってんだろうね。いじってんだよ。初出演。パンチ力もねえくせにさ。映画初出演のやつをちょっといじってるんだな、だからな。いじってるって、いじるという立場から来てるから。いや、そういう人もいるってことよ。大概ちゃんと聞いてくれるよ、うん、いろんなこと。うん。まあ、引っかかるのはそういうパターンの時だってことか。で、俺がそういう時にどんなレベルの低いこと心の中で思うか、うん、お前にちょっと打ち明けていい？もう何よ。鼻で笑わないでよ。うん、お前、うん、って思うわけよ、うん。同じクラスだったら絶対舐めさせなかったはずなのに、うん、こういう立場だからな、今そういう発言できてるのって思うの俺。同じクラス。ああ、聞くな。同じクラスだ。絶対友達になってなかったら、とか言うやつでしょ。大人になって。なんだよ、それ別に。同じクラスじゃねえわけだし。もともと。知らねえよって。いや、ごもっともなんだけど。春日さんの言う通りなんすけど。いや、まあまあね。あまりにもいじってくるから。そこで保ってたわけだ、自分をね。そうそうそう。バランスを取ってたわけだ、そういうことによって。お前同じクラスだったら。絶対そんな口聞かさねえからな。同じクラス。もしもシリーズですよ。もしもシリーズ。もしも同じクラスだったら。絶対に友達はなってない。バーン。なるほどね。大変だな、でもそういうのも。で、いろんな写真撮ってさ、おしゃれ写真撮ってさ。うん。笑顔でさ。うん。まあ見てよ。機会あったらさ。何か、ちょっと見たいね。うん、何か一心見たいですね。うん、そうね、うん。うん。まあ、ということで、ノルマの30分が、来たので、行きましょうか。今、ノルマを課されてたんですね。そうなんですよ、俺ね。うん。オープニング30分。そう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 。なるほど。うん。じゃあ、今週も無事クリアという。無事クリア。ことで。うん。